こんにちは、心理カウンセラーの高見です。双極性障害の方っていうのは、躁状態の極端なハイテンションからうつ状態、極端なローテンションに切り替わっていく、その波が激しいっていう症状になってくるんですけども、必ずしもこれは躁だけとかうつだけっていうわけではありません。要は切り替え目の時に気分が高ぶっているのに打ち込んでいて動けないとかイライラするというような両方がこう混ざり合っている、いわゆる混合状態っていうものが起きてきます。ですから、これをもってして自分は双極性障害なのかどうかっていうことを迷うっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、必ずしもきれいに分かれるわけではないということも知っておいてくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。